ようこそ。本日が初日です。指令は RP01/138。偉大なる力を発揮してください。危険な時代に生まれたものです。研ぎ澄まされた心が生き残る鍵。しかしながら、成功に導くのはあなたたちの身体特性です。あなたたちは他のものよりも優れています。あなたたちはコマンド、エリート部隊。
特別な存在です。与えられた武器、装備、そして何より兄弟たち。ポッドの中のエイファーはさらに災いをもたらす。あなたも三人の兄弟と合流し、共和国の恐るべき狩人となるのです。さあ、ポッドに合流し、リーダーとしての使命を授かりなさい。デルタ小隊と合流です。デルタ4、あなたは純粋で実直な兵士6-2、チームの両親となりなさい。そして O7、あなたは最も獰猛な狩人、皆が一人を構成する要素なのです。その授けられた命を共和国を守るために使うのです。
おい、35、見ろ、コマンドだ。もし彼らが噂通りなら、俺たちの出る幕はないな。敵の領域に向かっています。ドロイドと虫がうようよしています。当面はバリケードで封鎖するんだ。ドロイドが接近中だ。敵に突破されたぞ。ヘッドアップにリンクしています。アローンパフォートのせいで被害が出ている。リーダー、バイザーに爆破マップを送った。スコージ、あのバンカーを爆破してくれ。よし、爆破してやるぜ。俺が手を切って通れるくらいだ。電子が接近してくる。爆薬設置、いつでもいいぞ。指令をボス。アドバイザー、激しい砲撃を受けている。ガンシップハーキングに行く。私は引き続きガンシップから戦況をモニターして、必要あれば連絡する。いいか、デルタリーダー。最終目標はサンファークだが、まずデルタ4と合流するんだ。
爆薬設置、いつでもいいぞ。指令を、ボス。援護出るだ。やったぜ、嫌な虫だ。ヘッドアップにアップロードしました。フォーと共にセキュリティシールドに侵入しろ。奴は素晴らしく腕がいいぞ。部隊の状況と位置がここに表示される。すぐ近くだ。完了しました。シールドが開いた。入るぞ。そこまでにして、バクタを手に入れろ。回復しました。行け。バクタを手に入れろ、コマンド。ハンガーにつながる防護ドアに近づいてるぞ。中の様子からすると、まだ気づかれていないようだ。ドアスライスを使え。ドアのコントロールに侵入して入り込め。助けよ、コマンド。初代、3-8だ。バクタ、フィールドの使い、持ちこたえろ。3-8は援護に向かう。ドアを開けろ。ターミナルの侵入許可を。宮だって結構だ。だがここは虫だらけだ。やめだ、リロードする。それ以上爆破。その様子を。アドバイザー、ハンガーにジオノジアンファイターを見つけた。こっちに来られては困る。破壊しろ。目標を追尾装置に補足。どでかく形を変えてやるぞ。気をつけろ。やったぜ。メイクの姿を確認。ドロイドを爆破。少し暗くなってきた。デルタ招待、ファイザーモードにしろ。暗視モードに切り替えろ。飯どこね。ファイザーをオフにしろ。ここは十分明るい。よし、爆薬を使って道を開く。どれかく形を変えてやるぞ。やっている。ここはエムがいる。いいぞ。レッド、レッド、グリーンか。レッド、グリーン、レッドか。爆薬起動。援護出るだ。
だ。住民には歓迎されたか、セブ。楽しかったよ。サンファークはどこだ。次の部屋だ、ボス。ご心配なく、目標はまだ残っている。サンファークがドアに向かった、止めろ。逃げられたぞ。デルタリーダー、サンファークを捕らえるのは第一だ。爆薬設置クリア。グレードを投げたぞ。さらに特殊だ。ドロイド発見。あそこだ。シールドの外だ。デルタリーダー、 O7 を狙撃位置につけろ。サンファークを狙え。サンファークがそっちに行くぞ。デルタリーダー、サンファークを捕らえるのは第一だ。時間がないぞ。サンファークのファイターが待機してる。デルタ、何してる。行ってしまうぞ。やられた。ロッホー、いい匂いだ。ジオノーシアンの焼けた匂いだ。スリエド、爆発を探知したぞ。了解だ、この件は取り消しだ。見たか、あの船はジオノーチアじゃない。その通り、こいつは不明だ。情報バンクを調べてみる。進め、デルタ。喜んでる暇はないぞ。聞いているだろうが、36の部隊が全滅した。彼らの任務はこのセクターのドロイド工場の破壊だ。お前の隊がこの任務に当たる。エレベーターに進め。